地図ミイル鉱山とは、ロシア連邦のサハ共和国ミイルヌイに位置するダイヤモンド鉱山である。鉱山のあるミイルヌイは、シベリア地域に位置し、1月の気温がマイナス摂氏30度程度にも落ち込むほどの冬は、厳冬となる厳しい環境にあるにもかかわらず、ダイヤモンドの採行のために大規模な露天掘り採行が行われてきた。 深さは525メートルに達し直径は1200メートルにもなり、下降気流による吸い込まれ事故を防止するため上空をヘリコプター等で飛行することは禁じられている。南アフリカ共和国のキンバリにあるダイヤモンド鉱山であるビッグホールに匹敵する世界でも最大級の露天掘り鉱山であった。ミール鉱山は現在は 地下での再興が行われており、世界でも有数のダイヤモンド鉱山でもある。20世紀になり、ロシアではダイヤモンド鉱山の炭鉱が盛んになり、1930年頃にソビエト連邦の地質学者であるウラジーミル・エス・ソボレフにより、シベリア地域にダイヤモンド鉱床が存在する可能性が提唱された。ダイヤモンドが存在する。 可能性を示すキンバーライトの発見に続き、いくつもの炭鉱の失敗を経て、第二次世界大戦後の1950年頃には、ミールヌイでのダイヤモンド交渉の炭鉱が成功した。しかし、当器には、シベリア特有の厳しい寒さにさらされる環境にあるために開発は、困難の連続であった。あまりにも極端な低温となる冬にはタイヤが破損してしまった。 寒さによる被害を防ぐために、夜間には寒さによる機械の凍結を阻止するために、鉱山全体を覆っていた。ミール鉱山でのダイヤモンドの再鉱は1957年に始まった。1960年頃には1000万カラットのダイヤモンドが1年間に産出された。その後は産出量が減少して、1年間に200万カラットのダイヤモンドが産出されている。 産出されたダイヤモンドの中で最も巨大なものは1980年12月23日に発見され342.5カラットであった。これはソビート連邦共産党第26回議会と名付けられている。ロシアで発見されたダイヤモンドの中では最も巨大なダイヤモンドであるとともに世界でも最も巨大なダイヤモンドの一つでもある。世界でも 有数のダイヤモンドを産出する国家であるロシアにおいてロシア全域で産出されるダイヤモンドの99%をミール鉱山が産出しておりミール鉱山のあるミールヌイはロシアの中でも工業の盛んな都市の一つでもある露天掘りによる再興は1957年から始まり2001年まで続いた現在では鉱山地下での行動において ダイヤモンド採工が続けられている。2017年8月4日には、ミール鉱山の地下の坑道の一部分が水没する事故が発生しており、事故は行方不明者が出る3時であった。ありがとうございます。